王国軍より援軍の打診を受けたロドリグは兵員の引き渡しを承諾。援軍と合流すべく王国軍の面々は煉獄の谷と呼ばれるアリルを目指す。やはりそう何度も来たいものではありません。ファーガスはもともと寒い土地ですから。歴史には気候が勝敗を分けた戦いもある。そうよね、はあ、こればかりは気合でど。体力はまだ持ちそうですかな。この環境ゆえかつアリルは女神様の怒りによってこの谷は女神様が堕落した人間たちに。かつてこの周囲に広がっていた森はその伝承から炎によって罪を焼き。愚かな話だな。犯した罪が相対。ええ、それに聖典にも神話にもですがすがるしかないのです。それにしても暑くてもうダメかも。ほら、あの岩山のあたり。いえ、お待ちください。あれはロドリグ殿の陛下。ローベの旗だな。メギツネにへつらい。抜かりました。患者が潜んでいたのでしょう。迎え撃つか、ロドリグ殿の到着を待つか。判断も何もない。殺しに行く手間が省けただけだ。言葉の通りだ。それにあそこに見える獅子の旗。ええ、こればかりは殿下の言う通り。皆様すぐに迎撃準備を。煉獄の谷、騎士としての人生を締めく。まあ、あの若造ばかりの子。獅子の旗を掲げるあの将は、主名ならば無意味な戦さえ厭わない男。アリルは本来人。煉獄の炎は命ごと罪を焼く。戦場を広く見なくては。運命に是非を論じず従うは騎士の鏡。もうただの死体だ。お久しぶりです殿下。その言い草、お前も変わりないようだな。いや、これでも大変だったのですよ。殿下が処刑されたって聞いたものですから、跳ねた首も遺体も見せないなどとふざけたことを抜かず、ギルベルト殿、そしてキレンにも礼を言わなくて。いずれにせよあなたは我々の恩人だ。それからそのフェリックス。まずはそちらの状況を聞かせろ。ろくな話はありませんよ。王国の西側が抵抗。ああ、聞いている。ファーガス公国とやらの話。なら話は早い。コルネリアの手際は敵ながら見事でしたね。あ、早々に王都に帝国軍を受け入れ、軍おかげで後手を踏んだ我々は防戦一方、厳しい戦いを強いら。もともとあのメギツネはそのつもりだったのだろう。殿下、フェルディアはそりゃもうひどい。火星に耐えかね、暴動は絶えない。で、ここからは私の意見なんですが、帝都ではなく王都に向かい。そんなことをしている暇はない。帝都を落とし。いやいや、帝国や皇帝を討ちたい気持ちは私にも分かります。ですが死んでしまった者と今を生きる民。黙れ。
いや、黙れませんね。俺に、いや、死んでいった者たちに。いえ、許せとまでは言いません。ただ、帝都よりも王都を優先する。きっと陛下もそうしろとおっしゃるはず。死者の言葉を安易に語るな。父上は、あの女の首を捧げるその時まで、そして今なお、苦しみ続く。我々はあなたを王にいただく民。世の中には復讐のために剣を取る。頭の片隅に置いておいてください。ああ、そうだ。殿下、こちら。アラドバル。かつて父上の振るった。ええ。王都でコルネリアの部下から取り戻してきたもの。親父殿は軽く言うが、これをと。ありがたく使わせてもらう。ギルベルト殿。私もこの軍の陣列に加えていただきたい。待て、耄碌するには早い。ま、こんなこともあろうかと領内のことは弟に託してきた。私は陛下との亡き友との約束を果たさねばならない。ええ、10年近く前に交わした古い約束。さあ殿下、共に帝国を打ち滅ぼしましょう。それが王国を救う方法だと。我々の目的は帝都アンバルの制圧。ところで、あなたはフォドラの地理に詳しい。王国と帝国は険しいオグマ山脈で隔てられている。かつて聖者セイロスが山脈を越え、邪王ネメシスと争った伝承がありますが、大軍を引きあの切り立った山を越えるのは容易。我々が帝国へと攻め入るには。ええ、ご明察。同盟は今帝国に着くか否かをめぐり、新帝国派の筆頭はグロスタール家、光線派の筆頭は名手を務め、彼らの内輪もめに乗じ、我々は山脈地帯に同盟領見る。同盟領と帝国領を分かつ。そのうち最も修道院に近く、5年前グロンダーズ呪術戦の時に。そうでしょうね。ですが、となると今我々がすべきことは、光線派の筆頭リーガン家の名手クロード。敵の敵は味方という。リーガンにグロスタールの兵を引きつけてもらうということ。ええ、橋を落とすことでクロードのような知恵の回る男であれば。で、うまくミルディン大橋を制圧し、グロンダーズ平原を通過し、で、あの、もし攻撃されたら、その時は同盟の人たちとも。グロスタールといえば、ローレンツは元気。会えるとしても多分敵同士だよ。顔見知りを切りたくないのなら。ああ、そうだな。覚悟を決めろ。殺す覚悟。蒼月の章、古月の節、バラ色の大河。煉獄の谷アリルにてロドリグと合流を果たし、フラルダリウス家の兵力を加えた王国軍はいよいよ帝国領への侵攻に動き出す。一部が廃墟になったとはいえ、この私も若い頃はここの士官学校で学んだ。こんな夜遅くにどうしたんです？そうでしたか。もしよろしければ少しばかり話。ありがたい。私の上の息子は出来が良くてね。せがれが陛下から剣を授けられた時のことは今で。死にました、9年前にダスカーでね。あの時はフェリックスに悪いことを言った。
どれほど嘆いても死者は戻ってこない。だからこそ彼らの存在は呪いのように今を、彼らを大切に思えば思うほどがんじがらめになって苦しむ。私は今の殿下を愚かだと叱ってやれるほど。ええ、我々もこの戦争が始まってからあの方を、ファーガスの未来を。おお、なかなか肝の据わった御仁だ。何、王都を取り戻せたとかなんだとか、貴殿には最後まであの方の復讐心を否定し続けてやってほしい。さて、リーガン家からの承諾も無事に得られたことだ。グロスタール領を抜け、ミルディン大橋を突破すればどうです？覚悟は決まりましたかな？そんなもんですよ。士官学校でルーベン・クラッセを受け持ったのが貴殿。本当にね。先生、私を支援に回してくださいって言いましたよね。まあでも私のこと守ってくれたから文句は言えません。もしかしてちょっと怪我してます？やっぱり。なんでそんな無茶。仲間は助け合うものだとか、目の前で先生が敵に襲われてたとしても変な期待されても困るんですって。私はね、先生話したと思うけど、優秀な兄さんがいるんで。身内のひいき目なしで強くて賢くて優しい。クロード君が出てくる前は次期名手になんて声で、当然親は兄さんに期待するし、誰も私になんて期待しないし、そういうのが当たり前だと思って生きてきたから。まあ期待に応えられなかった時のことを兄さんを見てきたから知ってるんです。勝手に期待して押し付けて、ああ期待外れだったなってね。だから私には何も期待しないで。はあ、頑固ですね。私だって先生や仲間の役に立ちたい。その代わり裏切ることになってもがっかりしないでください。先生、ここにいたのですね。レア様の部屋で見つかったものです。気は咎めましたが、手紙の中身までは読んでいません。時間がないので手短に書きます。私に何かあれば工事を託すと言いましたが、聖母に宝物を置いておきました。ただし盗賊に奪われてしまわ、取りに行く際は怪我などしない。あなたにソティスの加護があらん。字が乱れている。おそらく5年前レア様が宝物とおっしゃるのであれば、取りに行くならば私も同行します。レア様は聖母に何か仕掛け、念のため他の者にも同行を頼みましょう。ん？何かが動く気配があります。彼らは幻影か。指揮官らしき者もいるようです。戦場を広く見なくては引き返すことはできないんだ。従おう。戦場を広く見なくては、せい！彼らの死を無駄にはしない。またな。
力がなくちゃ。仕掛けが解除されたようですね。ありました。これがレア様の残し。聖母にあんな仕掛けがあったとは。用意もなく入ればあの仕掛けを施したのがレア様だとは。さあレア様ご本人を救い出し。ところで回収した宝物ですが、どのような曰くのあるものかは分かりかねますが、ともすればセイロス教の伝説に名を残すレア様からこれを託されたのはあなたです。さて次の戦いの準備をしなくては。先生、少しいいかな。以前の私は君の際に懐疑的だったが、君が特別な存在であることは。この後に及んで君はまだ自分の力、いやそれも無理からぬことかもしれんな。君は君自身について父親であるジェラルトすら。だが君はそれでいいのか。自分が何者なのか愚問だったな。しかし果たして君には真実を知る覚悟。真実を知ることが知らなければよかったと。それでもそうか、大司教が君に期待をかけていた以上。いや私、いつか君が島ではいいと。あんまりディミトリに引きずられてると。そうじゃの。割り切るしかないんです。自分で選んだ道。あなた、道を阻むなら。何かようか。これでいいか。よし、終わった。また来てくれ。ダリウス、特に当主で忠義以上の思いを頼みがあるのです。頼みがあるのです。
いらし、特に怪我をしているようでもないし、やっぱり体の悩みでも。次に向かうのはミルディ、覚えてます？ほら、5年前に。なんだかあの頃は本当に5年前。かのファーガスの盾が兵力だけでだが、よくやってくれた。なあ、うわ、フラルダリウス家と同様、私の家は申し訳ありません。今回の作戦、同盟と王国、王国の方々には私からエドマンド家の働きを宣伝するよう手紙が来ました。いえ、でも今なんだ、おじうえに家を任せて。前々から水凶なやつだと思っていたが、今回叔父上は確か漁師の責務を投げ、ああ、そういえば僕のいたガスパール城のあたり、もし僕がガルグマクに、そう考えると同じ学級で学んだみんな、先生、ロドリグ様とも合流できたし、もちろん兵士、簡単なお菓子くらいなら作れそうよね。お菓子が焼き、ねえねえ、クロード君が協力、彼いい加減そうに見えて頭はいいし、嘘つきだけど信頼はできる人、うん、きっとうまくやってくる。そういや、ゲンダル卿は私にはその気持ちがわかるよ。いいが、どちらにせよ。実はグェンダル卿とは、俺は可憐なお嬢さんと出会い、それがグェンダル卿ですけど、仕方ない話にしろ。おお、数十年の時を経て今でも思い出せ。さて、先生や皆さんと私の人生の昔のお友達と戦わなく、先ほど偵察が戻りました。そうか、敵もそれなりの備えをしていると。何であろうと俺のすべきことは変わらない。なあ、お前は自分から全てを奪った、罪悪感も抱かずのうのうと生きているのを、5年前ジェラルト殿を殺した女、違うはずだ、許せないと思ったから。
そういうことだ。物好きなやつだな、エリクス。この時世だ。だがな、皆その怒りや悲しみを、その通りだ。だがこの男は、フェリクス、お前は死者を痛みと、は、本当に覚えておけ先生。軍の全員がこのバカに帝国が本気で憎い奴もいれば、瓦解するのも、おいこら、無駄口を叩くのもそこまでにしておけバカ。本当にあんた、出撃の支度が整いました。そうか、ならばすぐに出るぞ。は、我らファーガス騎士の盛況さ。帝都アンバルを目指す王国軍はオグマ山脈東方を迂回し、同盟領を通過して南下する新軍路を選択する。新帝国派の同盟諸侯グロスタール家領を通過するため、反帝国派の筆頭リーガン家の当主クロードに協力を要請。クロードにグロスタール家の兵力を引きつけてもらう約束を取り付けると、同盟領と帝国領を分かつアミッド大河を越えるべく、ミルディン大橋へと軍を進めた。あの軍機は敵襲です。アケロンにも救死を。間に合えば敵を攻撃できるかも。エーデルガルトの犬か。ラディスラバを撃ち橋を奪う。戦場を広く見なくては。任せてください。さて、どう攻めましょう。殿下、参上が遅れ申し訳ありません。ドゥドゥ、お前なぜ生きて。話は後ほど。ここからは俺も加勢いたしましょう。戦場を広く見る。アケロン、今こそ帝国への忠誠を示す時。大手柄を立てて、こ、同盟領の少領主アケ。これ、この橋を奪いけませんな。次行くぞ、次だ。手を抜いてた、死んでたかも。
長いものにはまかれとかないとさ。ヘルマン、よく駆けつけてくれました。あれは先生か。ローレンツ来たか。陛下のご恩に報いるため。くそ、この戦いが終われば言われるだろう。行きますか。これ以上は期待しないでよね。ラディスラバ、君は引きたまえ。すでに伝令は出しています。ならば頼む。地を踏み越えて私は歩む。待って、もう尊敬しちゃう。僕は生きてる。悲観な。エーデルガルト様。茶番だな。ドゥドゥ、お前なぜここにいる。お前は死んだはずだ。5年前に同胞に救われたのです。あの時のダスカー人たちに。ダスカー人殿下、俺は申し上げましたね。必ず本懐をお遂げくださいと。今から再び俺は殿下の剣に
盾に。ですから殿下、俺に見せてください。あなたが願いを遂げるその瞬間を。ドゥドゥ、ならば代わりに一つここで誓え。もう二度と。はっ。しかし本当に愚かだな。本当に。さあな、奴らは人の殺さねばならない。だが、お二人ともそろそろお戻りください。お願いします。どうしてもここで働きたい。いやいや、そんなことを言われてもだな。まったく、一体何の騒ぎだ。おい、その娘どこから連れてきた。それが、その近くの村だからって、年はもいかん娘を雇う。家族はもういます。私、魔法が使えます。その年なら別な働き口もあるだろう。それは復讐のため。好きにさせてやればいい。